はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の新根石夫です。今回もですね、弊社とご契約していただいた加藤さんのインタビューをですね、続けてお送りしたいと思います。加藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、加藤さんですね、何が決め手となっておもてなし便と契約していただきましたかという質問です。はい、横乗りをした時に教えてくださった方もまあいい方でしたし、ホームページも読んでて、すごい社員というか従業員に対してすごい身近に寄り添うって感じがしたところと、はい、会社の理念と一致したところですか。ありがとうございます。非常に嬉しいことですね。はい、弊社の豊田のドライバーさんのことも褒めていただきありがとうございます。ということで加藤さんのインタビューは続きますが、また次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。